はい、タイガーです。というわけで、皆さん見てください。これなんかね、めっちゃ勝てたのよ今回。初めて赤いけるかもしれないっていう今夢を見てます。はい。でなんかあのカフェさんっていうね、あのまあ、ちょ合ってる名前で合ってるかわかんないんですけど、まあ、多分ねあのカフェさんっていうねツイッターの方がいて、その方がね毎回毎回あのボーダーをね出していただいてるんですけど、2760ポイント前後がねボーダーになるということで、まああと2勝すればねほぼ確実なんですよね。はい。なんで結構もう今震えてますねマジで。あと2勝。はい、ということで初めてランカーを取れるかもしれないっていうマジでワクワクした高校生の一部始終を、はい、ご覧ください。ということでやっていきましょう。レッツゴー。さあ1試合目、トゥイラデサイで、オッケーオッケー。オーラ引けてる。でちょっとバフが多すぎる。ちょっとこれ事故ったな。トゥールラ相手なんで X には打ちたくないんですけど、これ S ゴマ引いたりしたら X もありだな。さあポーリュプス、いやまあそんな焦る必要ないな。しっかり落ち着いて打っていくわ。うん、怖いマジで。こういうね残り、こういう試合になったらマジで冷静な判断できなくなるからな。そこだけほんまにしっかり決めていけ、ほんまに。うん、これはまあ間違いなくありそうでしょ。あ、ちょっと待って、引きが絶妙に悪いなこれ。で OKOK、 火力はすごくて、ちょっとね集中しすぎてあんま喋れなくなってるね。これは相手が角から来るかな、どうだろう。ポリプス横ですよね。どこから飛ぶんだ。さあここでレオンハルト、レオンハルトからいっか。よいしょ。特殊コンバート早めに出しときたいのよね、罠怖いから。お、すげえ、もう4000で。いいよいいよ。罠置かれたらマジでだるいから早めに特殊コンバート出しときたいんだよ本当に。オッケー。さあ一回ここでエヴァぐらい出しときたい。せーの、グレムリン、グレムリン行くか。右下 X 罠とか一番だるいからなほんまに。取らざるを得んけど、取ったら4000アル取られるからなこれ。こうも今回ねやっぱりコンバート使ってる身としてはクーパーが一番うざいんですよね。なんでトゥールラはまあまあぼちぼちぐらいで、コンバートミラーは結構勝ててる印象ですね個人的には。はい。さあデバフか、デバフか。一番いらんの引いたかも。一番いらんの引いたわこれ。これでも2手飛ばしできるんで全然。変なもん罠とか置かれなければ、罠置かれたら竹見和地引くしかない。多分変なもんやめて、変なもんやめて、勝たせてくれ。いやーそれ次耐えれるか、無理か。いや殴るしかねえ、頼む。2手飛ばしは多分できる。こっちはこっちの形はできとる。いや大変か。13%でしょ、2、4、5枚、13%850。いや無理だな。はあ、 S 引かしてくれ俺に。対戦アザシャ。さあ4連勝中のガブリエル。ガブリエルはあんまり関係ないんで、とにかく誤量されないようにだけしてって感じですね。まあ、耐久じゃないんでね今回のガブリエルは。なんですけど盤面を取って
2回当たったんですけど、2回とも盤面を取るような進行で行きましたね、自分は。ああ、リーウェンですね、これは。リージェルか。めっちゃ震える。もうスマホ持ってる手が震えてる、本当に。マジで。これはやばい。この体、いろいろと便利なんだよね。使えるものは使わないとね。まあ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 。で、早いうちにオーラ引きたい。マジで。オーラ引いときたい。マジでオーラ引いときたい。ほんまに。あ、それ強いんだよな。これはもうこっち借り行こうかな。ダフネのコンボ痛くないんで全然。こっちから行きたいと思います。マジで痛くないんでダフネのコンボ。はい。こいつライフがね。はいはいはい。ちょっと左下 X に行きたいなって思ってるんですけど、さすがに危ないかな。左下 X から行くと、いやー危ないか。まあ、こっちからでいいか。まだ半分切らないんでエンデガは発動しない。ダフネとエンデガ繋がしたらちょっとさすがにまずいんで、それは生意気か。それは消すしかないな。やばいな、みんなうまいな。公明正大を持って行います。うわ、エースがすごい。いや、まだ参る。自分を信じろ。こうだな。最高だろ。大丈夫、次に S 引けばどうにかなる。 S かオーラ、 S かオーラでどうにかなる。あと回復やめてね、頼む。 OKOKOK、 S かオーラでどうにかなる。 S かオーラでマジでどうにかなる。これ耐えるよ。 OK、 S かオーラ。こいつ2000出るよね。マジで。いや、5900は出んて、さすがに。いや、絶対無理だ。2枚返ししかない。いや、もう仕方ねえ、これは。マジか。さっきからずっとエースの枚数負けとる。いや、オーラ引いても負けとったな。エースしかなかったな、今の。いやー待って、きついってそれ。うわー、ラスト1試合にかけるか。対戦アザシャ。さあ、デュラです。オーラ引きたい。アイスめっちゃ引いてる。アイスめっちゃ引いてる。お、相手の通信もう切れて、このまま切れて、もう切れてほしい。もう相手には申し訳ないけど、もう頼むから切れてくれ。これはもう頼む。もう何でもええ、勝てたら。正直よし、切れたぞ。奇跡を来たぞ。奇跡来た。もうな、普通はこんなんで喜んじゃいけんけど、今日だけはもうこの状況は喜ばせてくれ。さすがにごめんなさいね、本当に。もうこれは喜ばせてさ、まあまあまあ、これが相手の作戦かもしれないから、 X とか来て
これ多分切れたくね。いや俺はまだ新人ぞ。ちょっと一回事故ったんでこっちから行って、頼む。次どこに置いてくるかで大体わかるんじゃない。これ切れたね。奇跡起きた。行くわよ。やばい、最後の最後で運気が来たかも。あの自分最初にあのカフェさんが2760ポイント前後だよって言ってたって言ったと思うんですけど、自分最初2700ポイントだったじゃないですか。なんで2回負けて5ポイント2回で、2710ポイントになって、これ今回勝てば2760ポイントぴったしということで、ガチでもうあとは運任せになるね。マジでほんまに1回ぐらい取ってみたい。マジで1回ねガチで取れそうな時あったんですよ。てか俺盤面取られてるな。なんかちゃっかり盤面取られてる。1回当てるか。ハロウィンっぽくしたい。のんびりしとったら盤面取られとった。どうも戦わなければいけない状況らしい。待って、これ生きとるくね。生きとるくね相手。この体いろいろと便利なんだよね。死んだふり作戦相手。でもこれさすがに飛ばせんやろ。3000。でもこれ一回ね、あい、あそうか、でもあれはないか。20パレバ。20パレバ3枚返し絶対飛ぶでしょ。これ止まんかったら俺もう人生するよ。いや行くしかないでしょ。3枚返しやぞこっち。勝った対戦あざした。はい、というわけでぴったし2760。さああとはもう運任せです。今ね日曜日の朝なんで、あとはねもう本当にマジでこの順位を守り抜きたい。はい、一応下を、今のところの下を見てみると、今がね2760ポイントぴったしね自分で、まあ下に200ポイントあります。はい、こっからどれだけの人が上に上がってくるかわかんないんですけど、マジでほんまに1回だけでも勝ちたい。はい、いやもう1回勝っとけば確実だったんだけどなとか思いながら、まあでもまあ仕方ないんで、はい、まあこれからも動画投稿やっていくつもりなんでね、このロイバとシーズンマッチ100以内入ったことあるんで、あとカップ戦で入ればとりあえず三大大会というか一番大きいやつね、3個ランカー入れたっていうのに一応名乗れるんで、はい、マジで欲しいこれは。はい、ということで、この動画が面白かった、参考になったって方はチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターのも待ってますので、ツイッターのもぜひよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。